レビュー動画ばかりの YouTube、 誰がレビューを止めるのか。大物 YouTuber が紹介しそうな商品を柴田が先に買ってレビュー、その商品のレビューを抑止する毒舌ステマ防止型商品紹介、柴田レビュー Z。 どうも柴田です。本日は柴田レビュー Z。 このコーナーは大物配信者が紹介しそうな商品を柴田が先に買って紹介してオリジナルと主張する、そして大物配信者のレビューを阻止するコーナーです。今日の商品はこれ、ペプシピンク、ペプシピンク、ペプシピンクです。これはね、今日発売のいちごミルクの味がするペプシコーラらしいです。今日はこれを先に俺がレビューして点数をつけて、で大物配信者に嘘をつかせない、そして大物配信者より先にねやってレオリジナルだとここは主張しないと思います。美味しいね。結構俺は好き。あのね、なんだろう。なんだろう。でもね、いちごミルクの味はしない。全然しないね。なんか最後に、本当に飲み終わって最後に、ちょっとだけいちごミルクのフレーバーが来るけど、でもこれ言われなきゃいちごミルクだとは思わないと思う。まあでも、いちごミルクだと思って最初飲んで、で甘ったるいかなって。あのスコールとか、そっちの方だと思ったんだけど、もう全然違ったね。結構なんか爽快な味わいでした。はい。ということでね、皆さんもぜひ、コカ・コーラピンク買ってみてください。でもおい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 、大物配信者、お前はダメだぞ、お前はダメだぞ。これは先に柴田がレビューしたからな。おい、真似すんなよ、真似すんなよ。これは先に俺がレビューしたからな。お前まさか柴田の真似はしないよな。さすがに、さすがに柴田の真似はしないよな。おいおい。ということで、先に柴田がコカ・コーラピンクをレビューしました。僕の動画を真似したら言ってやってください。ということで、柴田レビュー Z でした。じゃんけんタイム、最初はプンプンじゃんけんデュッ。